サンフラワーシュレトコは、商船三井フェリーが運航するフェリー。当初は旧越フェリーのニューレインボーベルとして就航した。レインボー、ベルの代船として、三菱重工業下関造船所で建造され、2001年10月に、室蘭直越博多航路に就航した。本船の就航によりレインボーベルは売却された。東日本フェリーの会社構成法適用に伴い、リベラが、 東日本フェリーと旧越フェリーとグループ3社を合併したことに伴い2005年8月以後は東日本フェリーによる運航となった2006年12月には商船三井フェリーのサンフラワーミトとサンフラワーつくばと10日交換され翌年1月より苫小牧大洗い航路の深夜便に就航し3月にサンフラワーシレトコに改名商船三井系のフェリーで 知床の船名が用いられるのは、商船三井フェリーの前身である、日本沿海フェリー、知床丸の引退以来18年ぶりとなった。2021年4月26日には、大洗港にて元船を用いて、国土交通省と三井 &S 造船による、世界初の大型船自動接岸システムの実証実験が行われた。レインボーベルトは、対的に、 貨物重視の合理化線となっている A デッキ B デッキ、ありがとうございます。